吉野ドラエッティアナドラセカンドシーズン。はい、どうもドラエッティです。弓に打たれまくってますけど、録画する前にですね、弓がいましてガンガンやられてしまいました。申し訳なす。ですね、前回廃校探索頑張りました。そしてダイヤもゲットしましたし、よかったです。そして今回ですね、作物の自動回収装置を作りたいと思います。でですね、まあ、ここにどこに作るかと言いますと、ここがまあ第1フロアで、第2フロアを作りました。録画外で作ってみました。そしてこんな感じです。はい、ここです。いやー、作りましたよこれ。大変でした。こんな感じで作りました。ではね、早速作ります。はい、ではまずですね、ここですね、ここから始めます。起点をここにしまして、ここに、あ、そのまま違ったここに宝箱じゃなくて、チェストを置く場所をここにして、次の段にホッパーを、あれ違うか、あ、違った、あれどうやったっけ、もう分からなくなっちゃった。1,2,3,4,5,6,7 だから、ここから、ここが水出し場で、バーって出して、で、ここに、1段目、2段目、3段目、で、あ、そっか。じゃあ、ここからだ。ここから、これが、ここが、ホッパーか。ここホッパー宝箱だ。よし、わかりました。で、ここで、ということで、ここに、ここから畑部分ですね。1,2,3,4、1,2,3,4、1,2,3,4、前回と一緒ですね。 PS3 版でもやった通りの方法でいきます。なのでこんな感じかな。 1,2,3,4,5,6、 あ、ここもですね。よし。で、7ですね。4横4縦7ですね。こういう風にやっていきます。そして一つ開けて、ここに作ります。 1,2,3,4、 ここも一緒ですね。縦4、あ、じゃあしまった縦4横7。よし、はい、これで OK。そしてこういう風に作っていきます。で、続いて今度はここの列ですね。1段上上げて4で、ここにも1段上げられたかな忘れちゃった。あとでちょっと確認します。で、ここも同じですね。縦、横4縦7ですね。お、1段上に上げてやる感じですね。ここから行こうか。ここに目印があるんで。よしよし、これで OK ですね。それでですね、1つ、ここは1つ開けときます。あ、ここを塞がないといけないですね。はい。で、ここ1個開けますと。そして続いて今度は1個上に行って、で、同じく横4縦7でいきます。こっちから早いかな。で、あ、なくなっちゃった。早いな、なくなるの。結構大量に土使いますね、今回。まあ、今回もですけど同じ量を使いますから。こうで、よしと。よし、できました。これで一応畑部分は完成です。そして続いて真ん中部分ですね。ここがちょっと大変です。ちょっとあれですね、材料を集めていきます。はい、ではそれでは続いての作業へ参ります。続いてはですね、まずは真ん中のとこですね。ここですね、ここ、この真ん中のところをもういっぱいまで上に上げていきます。よし、これでいいかな。まあ、とりあえずここでいきます。後で調整します。そして続いてこの列ですね、この1個上ですね、1段上に置いていきます。まあ、物は何でもいいです。とりあえず今は石レンガにしました。石レンガを置いていきます。
1,2,3,4 と。そして続いてはここですね。続いてはここに、あ、間違えた間違えちゃった。この横ですね、ここに1段上げておきます。はい、じゃあこれも、ここもそうなんですけど、続きがこうですね。で、その次が1個上ですね。そしてこっちも対照的にします。アシンメトリーじゃなくてシンメトリー、ごめん、間違えました。シンメトリーにします。ここ開けて、で、トントンですね。はい、これでいいでしょう。はい、で、続いてがここがちょっと難しいかもしれません。続いてがですね、ここかな、ここを普通、この段と一緒で、次がですね、2段上げる2段上げます。で、その横も2段、で、その横が1段上げる。で、あとはシンメトリーにするので2段、あー、ここは開けちゃいけないんだ、間違えちゃった。ってことで、この時にここは普通で、ここに OK、 よし。そして次の段が、はい、ちょっと確認します。次の段がですね、これが普通、次が1段上げる。そして次が1段上げて、ほら、1段上げて、1段上げて、2段、あとは対照的にして、普通にして1段上げる。で、これで最後に発射台をこの上に置くという形ですね。そしたらちょうどいいね。はい、じゃあとりあえず整えましょう。ちょっと整えますね。はい、こんな感じですね。ちょっと下行きましたけど、はい、こんな感じですね。最後にあそこに発射台を置きますので、まずは松明くらいですので松明をつけます。とりあえずここか、この上に分かりやすいように置いて、一番上かな。で、ここはまあ下の方は明るくしないといけないんで、ここに置きます。そしてシンメトリーにしたいから、ここに置いてんのか、こんな感じかな。うん、で、ここにも置きましょう。敵が湧いてはいけないので、ここに置きます。で、最後に、あ、この上にも置いておきますかな。で、ここにも置いてるから大丈夫ですね。はい、で、発射台置きましょう。ちょっと発射台作ってないんで、発射台作ります。はい、では発射装置を作りました。発射台ですね。で、そちらを、こちらをですね、ここに置いて完成して、水バケツを入れるという形ですね。よし、ではあとはこれで以上ですかね。とりあえずこれで完成かな。よし、あとは周りを整えてですね、やりますか。で、その前に、なんだっけ、あ、ホッパーをつけよう。ってことで、宝箱とホッパー、あ、宝箱作ってなかった、しまった。宝箱は、作りましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、では作りましたので、やりましょう。まずはここにホッパーですね。どういう風にしてたっけな。ですね、まずはこっち側に向けてやってましたね、確か。ちょっと確認しましょう。確認タイムです。はい、確認タイム終了です。わかりました。ですね、こうですね。まずはチェストがこの辺にありました。前回と一緒にしたいならば、ここにチェストを置いて、
そしてどこいたかいね。あ、あったあった。ホッパーをここにスニーク状態でこうやっておくと。そしたらこっち向きになるはずね。うん。チェストの方に行きました。で、あとはこれをこっちに持っていくと。あーっと、こいつ邪魔、こいつ邪魔。はいっと。はい、はいっと。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。で、こっち向けて、いけるかな。あ、いたいたいた。よし、これでよしと。そして、こうですね。で、ここに階段を置いた感じだったかな。で、ここに階段を置いて、で、キーを置いて、あら、なくなっちゃった。なくなっちゃった。早いな。で、ここに最後にガラスをガガガッと置いてましたね。ガラスは後にしましょう。そして、この横を、今回は、前回はですね、階段状にしてましたが、全部ここをガラス張りにします。うん。そうしよう。じゃあ、今からガラスの作業に入ります。ここはもうカットしていきましょう。では、カットします。はい、完成しました。こんな感じですかね。前回もこんな感じでしたね。で、次はですね、水を敷いて、あ、ちょっとここが残念だな。ここをちゃんとしよう。ここ土にしましょうか、ちゃんと。うん、そうしましょう。じゃあ、ちょっと、スキップ。はーい、これで終了と。よし。この人はいっか。よし。じゃあ、こんな感じで、あとは光が少ないんで、光を入れていきます。まあ、鉱石がないんで、松明でやっていきます。前回やったのが、どうやったかな？ちょっと確認します。はい、確認しました。ですね。どんな感じだったかな？あれ？あ、いいのか？これはいいのだ。これはいいのだ。ちょっとアイテム持ってきます。はい、わかりました。これですね。で、一旦、これをやりますので、この上に置きたいけど置けない。どれだ？土どこやった？あ、土全部なくなったんだ。じゃあ木でいっか。木にしよう。しまったしまった。どの辺の高さに置こうかな。あんまり、そうです。あ、これはもう位置的に悪いんで、位置をちょっと変えますね。高さ的、これもダメ。水でどっか行っちゃうんで。まずは、ここの高さ。1個上じゃないと水に取ってって、持っていかれちゃうんで、そうします。これぐらいかな？ここも水で取られちゃうかな？じゃあ、1、2、3、こんな感じかな？で、1、2、3、こんな感じ？こんな感じにしようか。こんな感じにしましょう。あ、このこっちが置けなくなっちゃうんですよね。まあ、仕方ないとして、じゃあ、行きますか。まずは、この辺が暗いんで、この中心あたり、ここにしようかな。ここの辺に。まずは、置けるかな。あ、置けそう。1、2、3、4。もういけるかな。あ、いけた。はい、よし、OK。人が1マス分、人がこう取れるよう、ギリギリまで置きます。そしてここにライトを置いていくという形です。よし、これで、あ、下が光りましたね。で、これをこっちもやる感じかな。ここかな、ここにしようか。あ、でもここは危ないな。あ、でもいっか。いやいや、行きましょう。ここにしましょう。じゃあこれをどんどんやっていきます。ここでいこう。2、3、ポン。で、一個置いての、ポン。で、よし、こうして、よし。おー、いいね、いいね、いいね。こっからジャンプできないけど。ま、ここはジャンプしないから、いいとします。
では、この中止で続けていきます。よし、できました。こんな感じでいいかな。これで多分光は届いたはずです。では続いて、続いて水ですね。水を汲んで、そうだ、ハーフブロックも作らないといけなかった、忘れてた。じゃあそれをいきまーす。はーい、改めていきます。まずはこれはいらないんだよね。よし、そしてこれもいらない。どっから持ってきたんだよ、ほんと困んだけど。でとりあえずこれか、ここに水を流すと。そうすることで全部に水が行き渡ります。よし、 OK。 そして畑は後にして、ハーフブロックを置きますか。まずはハーフブロックは作ったんだった。これがない、ハーフ、あった。まずここに置くと。そしてこうすることで、ここはで、ここはよし、これですね。2のブロックでいって、あ、間違えた、これも早い。これでいって、普通のブロックでいって、で、ハーフブロックの順に置いていくと。でここは普通のブロックで階段状になりますと。はい、で水は止まらずに進んでいきます。まあ見てみると、はい、水止まってません。よし、オッケー。で、この調子でこう上げていきます。よし、できました。これで水は行き通ったはずです。で、続いて、最後に、クワ行きますけど、作物持ってきなかった。最初は小麦でいきますか。じゃあ小麦から植えていきましょう。ちょっと持っていきまーす。はい、ではこれで完成ですね。とりあえず畑はこんな感じです。よし、あとは仕掛けですね。仕掛けをしないといけないんで、うわ懐かしいな、あの仕掛け作らなきゃいけないのか。まずは真ん中に作るんですよね、確か。ここ外して、でこうしちゃおう。でこの真ん中にボタンを作る。懐かしいな、ボタン。ボタンはこれか、これですね。よし、でボタンを作っ、あれ、ボタンどこだ、あ、あった。でここにボタンですね。あー、作り方どうやったかな、忘れたな、もうやりすぎたからな、あれは。ちょこっと確認しまーす。よし、ちょこっと確認しました。ってことでここですね。ここにで、こうで、ここに、あ、レッドストーン持ってきなかった。しまった。よし、ちょっと待ってくださいね。よし、では行きましょう。リピーターをも作ってきました。で、ここに1個、2個で、で、光をちょっと照らしましょう。モンスターが出ると困るんで。ここに下がって、もう1段下がったかな、確か。もう1段下がって、もう1段下がる。よし。で、一応明るくしながら行きますと。で、1,2,3,4 で、で、このまままっすぐですね。このまままっすぐ5,6。あら、違った、もう一段だ間違えた、おかしかったな今のじゃあとりあえず全部木にするわけですから、下も木にしようかな。とりあえず今石を置いちゃおうか。うん、1,2,3,3,4,5,5,6,7で明かりつけて、8,9,10,11,12,13
とりあえず15のところでダーよしで、リピーター置いて15までですかね、つながるのは。で、15で1回リピーター置くと。で、どこまで進むやったかな、これ。15行って、結構進んだよな、まだ。1、2、おん？ここは、あ、そっか、あそこだね。裏を整備したときに使ったとこですね。あ、これはそのまましておきましょうか。1、2、3、4、5、あ、こっちになってる、6、7、8、9、どこまで行ったかな、忘れてました、10、久しぶりすぎてわかんないな。ここに行きましょうか。一旦また1回15、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15まで行って、よし、でもう一回リピーターですね。リピーター挟んで、で、よし、で、レッドストーン、あ、間違えた。で、ここでリピーター、そしてここ開けて、今度は反対側ですね。ここで、ここに、こうかな。そして、何でしょうかね。一応、木にしておきますか。カシの木、白樺か。白樺の木で、レッドストーン松明。これかな。そして、今度上にどんどん上がっていきます。そうすると、ちょうど真上ですね、あれの。発射台の真上なんで、あ、しまった。一旦、ですね、こうしようか。よし。そして、この上置いて、レッドストーン松明、そして、置いての、レッドストーン松明。で、どんどんこの上に上がっていきますね。よし。じゃあちょっと開けていきましょう。そして、あ、なくなっちゃった。白樺なくなっちゃった。はーい、足します。置いての、レッドストーン松明。あら、ここまで。置いての、ん？置けるかな？置いての、待てよ、松明置けるかな、あ、間違えた、まあいいや、あ、オッケー、ちょっと待って、よし、で、レッドストーン松明置いたらもう、あ、発射しちゃう。あれ、これ良かったかな、あ、今流れてますよね、やばい、流れてる、あー、しまったー。でも、あー、でもいい感じに流れてますね。うん、バッチリ成功してましたね。よかったよかった。あー、成功してる成功してる。バッチリでした。できてますね。で、これを押すと、で、止まるはずです。止まったかな。あー、止まってくる。オッケーオッケーオッケー。あー、いいね、いいね、いいね。よしよし、できた、できた。完成してますね。オッケーです。よかった、よかった。ちょっと物を持ちすぎですね。一回ここに、なぜ、松明が。ちょっとこれを置いて、で、小麦を植えていきましょう。もう一回、植え直し。あれ。よし、ちょっと一旦置きますね。はい。ではこれで完成です。よかった、こんな感じですね。で、ボタンを押したら水が出るという形式になっております。よし、今はちょっと押せないんで、まあ、一応確認は動作確認して全部、ホッパーに入ってチェストの中に入りましたので、大丈夫かと思います。うん、大丈夫ですね。はい、いらない、とりあえずこの中に小麦とか小麦の種とか入れちゃいましょう。
よし、返してもらおう。インゴットは返してもらおう。よし、とりあえずこれで完成しました。ただレッドストーンがもう足りなくなったんで、人参とじゃがいもはちょっと後にします。すいません、レッドストーンをたくさん集めてからやります。あとそうですね、あとこの背景もあれですかね、ちゃんとしましょうか。ちゃんと白樺の木に変えますので、それもちゃんと録画会で録画会でやります。よし、じゃあ一旦ここで終了しましょう。はい、久々にこちら農業革命をしてみました。いやー今回も大変でしたね。これ前もやって大変でしたけど、今回も同じ作りをしたので、まあ大変でした。まあでもねこれでたくさん取れるんで、まあいいかなと思っております。そして今回は綺麗になりましたね。結構いい感じかな。あーここ大丈夫かなとか、モンスター出てもまあいいか大丈夫と思います。よし、では今回はこの辺で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。近いですよ。イエス。はい、ではですね、このように育ちましたので一回試してみましょう。では来ましょう。こっちですね。あ、これしましょうかね。やっぱりちゃんと見えるように出しましょう。こうですね。それではこれを押すと発射するはずです。いけいけ、上に行こう、上に行こう。おー来た来た来た。おおザバ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 行ってますね。いいねいいね。おーすげー前回もこれやりましたね。どうかな、上の方も。あ、行ってる行ってる。あ、オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、この間のやつは取っていって、でこう流れていくので、そう、どうでしょうか。よし、全部いったかな。もうちょい、もうちょいかな。あれ、松明落ちたの。どっか、どこだ落ちた松明どこだ松明落ちたの。どこ落ちたやろ。どっか落ちたぞ。あれどこだろう。1個だけなんか落ちてんな。あれ、どこ落ちたやろ。ここかな。あ、もう分かんない。いいや、大丈夫と思う、大丈夫と思います。よし、じゃあ一旦止めて、でどうかな。おお、来てる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 。止まってない、どっかで止まってはないよね。どこかでストップしてることは。あー、しまったうん、大丈夫っぽいですね。ここは、あ、いや、よし、さあ見ましょう。おお、こんなもんか。こんなもんですよね。よし、それじゃあ植えていきましょう。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は走っているドライエッティをクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。そして穴暮らしのドライエッティのロゴマークをクリックするとこの動画の再生リストへ行きます。携帯、スマートフォン、タブレット端末の方は画面下のチャンネル登録ボタン、または概要欄のリンクからお願いします。それではまたよろしくお願いします。